基本稽古というのは、まあ、狭いところで、その狭い空間の中で、動きが一歩前進一歩後退、まあ、そういう動作で、下半身の使い方、また運足の使い方、そして、立ち方の正確に立つということが大事だと思いますので、ぜひ皆さんで、この練習をしてください。それでは狭いスペースでできる稽古を紹介します。まずはじめにそろば突きです。そろばの中段突き、腰を切りながら斜めに突きます。さらに切って真横に突きます。その時に少し重心がついた方にかかるように乗せていきます。さらに切って斜め後ろ、その切った腰を戻しながら回転して中段突き、最後は360度回転しながら突きます。いい例は重心がついた方にしっかり乗っていきます。悪い例は重心が残ってその場でついています。しっかり斜め後ろに腰をひねって、その戻す反動で回転します。今の技を一種目ずつ力を入れてついていきます。それでは、すべての技をスピードを出して続けていきます。